熊井慶は日本の映画監督。長野県南安美郡と吉名町生まれ。田町小学校、県立松本中学校、松本高等学校、新州大学分離学部卒業。妻はエッセイストで、ポプリ研究家の熊谷啓子。多くの監督作が、キネマ巡報ベスト10に選出され、ベルリン国際映画祭やベネツィア国際映画祭の各賞を受賞した。 日本を代表する社会派映画の巨匠である。大学時代は演劇と映画の日々を送っていたが、関川秀夫監督の誘いで卒業後は独立プロの助監督へ、さらに1954年日活撮影所監督部に入社する。そこで、久松誠二田坂智高安倍豊牛原洋一などの助監督につく傍ら、脚本家としての仕事もこなす。 1962年に、秋子夫人と結婚。1964年、定銀事件について、綿密な調査と交渉をもとに、被疑者であった、平沢貞道画伯を無罪とする立場から、事件経過をドキュメンタリータッチで描いた、定銀事件死刑囚で監督デビュー。監督2作目の、日本列島では、戦後の日本で起こった謎の多い諸事件を、 米国の謀略と関連づけて追求し、日本映画監督協会新人賞を受賞。骨太の社会派監督として注目されるようになった。1968年には、三船プロダクションと石原プロモーションが共同制作した大作、黒部の太陽の監督に抜擢され、当時の映画界に厳然として存在していた五社協定の圧力にも負けず、三船敏郎、 石原雄二郎、佐野修二、滝沢治高峰美恵子ら豪華なスター共演によって、黒四ダムの建設を見事に描き、成功を収める。1969年に日活を退社し、退職金を投入して、地の群れを制作。以後フリーの映画監督として活躍し、三浦哲郎原作の芥川賞受賞作を白黒で、 美しく撮影した、忍ぶ代わりキネマ淳法ベスト10ベスト1及び、監督賞、芸術戦勝文部大臣賞などを受賞。1974年に、東南アジアに勝負として売られた、からゆきさんに題材を取った、田中絹代出演、三田館八番召喚冒教で、ベルリン国際映画祭、銀熊賞、キネマ淳法ベスト10ベスト1及び、 監督賞を受賞し、アカデミー外国語映画賞ノミネートなど、重いテーマを扱いながら、重厚な人間ドラマを完成させ、海外からも高い評価を得た。なおこの時期、吉永さゆりの母、和江の面前でデースイして暴れ、和江の著書、母だから女だからにおいて名指しで通列に批判された。その後も初の時代劇、お銀様、戦後の日本映画で、 初の中国ロケを観光した天平のイラカなどを経て、1986年には、戦時中に九州で起きた、米軍捕虜生体解剖事件をもとに、医師の戦争責任を問うた、遠藤周作原作の、海と毒薬を発表し、ベルリン国際映画祭、銀マ賞、毎日映画コンクール大賞、3度目のキネマ旬報、ベスト10ベスト1及び、 監督賞を受けるなど国内外で評価された。社会性の強いテーマを内包した作品を制作し、独自な世界観を確立、昭和を代表する社会派映画監督として知られた。1989年、三船敏郎出演の千里宮本学防衣文で、ベネツィア国際映画祭銀事師賞を受賞。2001年には、松本サリン事件を描いた、日本の黒い夏演奏で、 ベルリン国際映画祭に特別招待され、ベルリナーレカメラを授けられた。1995年、四十五賞を受賞。2003年、訓四等曲実賞受賞を受賞。2007年5月18日早朝、自宅敷地内で倒れているところを発見され、搬送先の病院で一時意識を回復したが、5月23日午前9時51分、蜘蛛膜下出血のため死去。 76歳を打つ。新作の準備に意欲を持ち、模索していた中であった。2007年7月11日、港区青山葬儀所において、お別れの会が催された。ありがとうございます。